高野島は千葉県立山市富士見にある陸県島。一般的には高野島の表記も多く見かける。立山港に面し、沖の島の東に位置する地域。沖の島と共にかつては島だったが関東大震災による隆起で日型ができ、海上自衛隊立山航空基地の建設に伴い埋め立てされ、現在は地続きとなっている。 島の鎮守様である米在天店は平安中期の1092年に安房の国師だった源の近本の肝心により創建された。大祭は毎年5月14日に取り行われている。第二次世界大戦中一旦途絶えたが昭和24年に復活して以来取り行われている。昭和30年代は14日に塩祭り、15日に五会町で終日。 お茶の接待を行っていた。五国法上、海上安全、漁獲法量、商業繁栄などを祈願している。管理は立山市沼の境荒井寺に任されている。透明の表記には、高野島、高野島の異なる表記が利用されている。高野島が利用されていたが、江戸時代以降に高野島が利用されるようになり、高野島が普及していった。 国土地理院の地形図や行政資料では引き続き、高野島が利用されている。また、米在店の石碑には、高野島弁天閣と国名され、お札も同様である。高野島には、海軍航空隊水上ハンカス大があり、終戦後米軍はここから上陸して、4日間、直接軍生を行った。ありがとうございます。